こんにちは。今回は構図についてご紹介させていただきます。どういう構図で撮ったらいいかわからないと思ったことはありませんか？バランスがいい写真が簡単に撮れる3分割法と写真の構図についてご紹介します。最初に比較するとわかりやすいと思いますので、皆さんよく撮られている日の丸構図について簡単にご説明します。主役を風景の真ん中に配置して撮影することってよくありますよね。主役の存在感が強調されて素敵だと思います。でも自然の風景の中で主役がいつもバランスよく背景の真ん中ということは案外少なかったりします。そんな時、3分割法を意識するだけで簡単にバランスがいい写真が撮れてしまいます。3分割法とは、背景を3分の1に分割した交点に主役を配置する構図です。今からご紹介する写真は3分割法を使用しています。編集の時、大幅にトリミングしてしまうと画質は落ちてしまうので、なるべくトリミングしない構図での撮影がおすすめです。背景にもよりますが、基本的に主役の前か明るい方にスペースを空けるとバランスがいいです。この写真の場合、白鳥が主役なので、左下3分の1の交点に配置して目の前を空けています。これは撮影の時に白鳥の前に富士山が入る位置に移動して撮りました。日の丸構図だとこのようになってしまうので、少しバランスが悪いですよね。3分割法は日の丸構図から少し位置をずらすだけなので、ぜひチャレンジしてみてください。水面で2分割したり、左右や上下が対称の時におすすめの構図です。特にリフレクションの時の撮影は、鏡に映ったような風景が撮影できるので、カメラの楽しみの一つですよね。こちらの建物もほぼ左右対称なので、中央に配置して撮影しました。こちらは道と紫陽花を対角線に並べて、奥行きが出るように撮影しました。こちらは鳥居を額縁のような構図で撮影しました。こちらは桜の花のフレーム。額縁になりそうなものを現地で探すのも楽しいですよね。この写真のように撮るものによっては例外もありますが、ぜひいろいろな構図でカメラを楽しんでください。ご視聴ありがとうございました。